メリル。
前に悲鳴が聞こえ、悲鳴が、もうやめて、来たくない、もう来たくない、怖い、怖いわ、怖いのよ、頭が痛い、もう許して、勘弁して、早く私の体から出て行って、私を許して、解放して、ああ最後のビーストに向かったんだな、スネーク。あんたが拾ったその人形、ナノマシンを体内に持つ人間ならどんなやつでも操ることができる悪魔のツールだな。
俺に言わせれば。マンティスは南米の出身だ。内戦の絶えない小国に生まれ育った。彼女がまだ幼い頃のことだ。住んでいた村が敵軍に襲われ焼き払われた。敵の掃討部隊に追われ家族ともはぐれた。そうして命からがら逃げ込んだのはとある建物の地下室だった。そこには数多くの死体が打ち捨てられていた。ほとんどの死体にはひどい拷問の跡があった。驚きおののく彼女の頭上からは複数の重い靴音が聞こえ、やがて全身の毛が逆立つような悲鳴が響き始めた。そこは敵が仮設した拷問所だったんだ。分厚い扉の鍵はいつの間にか閉められていた。暗く湿って埃っぽく、刺繍は常に鼻をつく。周囲を乱す拷問の悲鳴に眠ることもできない。閉じ込められた彼女は部屋の片隅で膝を抱き震え続けることしかできなかった。1週間が過ぎ、10日が過ぎた。床に溜まる泥水で乾きだけは癒せたが食料はない。異常な環境と飢餓感は彼女の精神に深刻な打撃を与えた。メスのカマキリがオスを食らうのは知ってるか？何の話だ？昼夜を問わない悲鳴は耳を塞いでも防げない。そんな彼女を救ってくれたのは黒いカマキリだった。カマキリは彼女に悲鳴が聞こえないようにする術を教えてくれたんだ。心の耳に栓をする方法な。奴はな、スネーク、耐え難くなった飢えをしのぐために死体に手を伸ばしたんだ。それも男ばかりだった。だが彼女には自分がやったという意識はない。彼女の目にはメスのカマキリがオスをむさぼり食う様が幻のように映っていただけだ。もちろんそんな場所にカマキリなんかいるわけがない。幻覚だ。彼女の中のもう一つの人格がそんなストーリーを作り上げたに過ぎない。不安定な精神はつけ込まれる急所にもなった。催眠術と薬物で崩された彼女の心にサイコマンティスの意識が埋め込まれた。BB 部隊を操っていたのは彼女自身の意思じゃない。半ば同化したサイコマンティスの思念に煽られていただけだ。スクリーミングマンティスもまた操り人形だったってわけだ。ともあれ彼女はその地下室で数週間を生き延び地上に戻った。だが頭の中ではその後も悲鳴が途切れることがなかった。今度は現実の悲鳴じゃない。心の耳栓は役に立たなくなった。黒いカマキリも消えた。もう避難所はない。だから奴は叫んでいたんだ。頭の中の悲鳴をかき消そうとして。だがそれも終わった。スネーク、あんたはマンティスを暗い悪夢から解放してやったんだよ。ビーストの最後。そう。話はこれで全部終わりだ。邪魔して悪かったな。GW が待ってる。今度はあんたが終わらせる番だ。